Good morning. Good morning. 何やってるんですか。ワックス。乗っとるかちゃんと。乗りましたぜ。OK。何それ。その格好。今日機嫌がいいですね。そう。波がでかいね。あの満面の笑み、不気味な笑み、頭につけた変なもの。だって昨日さ髪洗ってないもん。髪洗ってないのに髪の毛いい匂いってすごくない？すごいよね。謎にその満面の笑みは何？誰もいないよ今日。今のテイクもマジやわかったな。いやマジやわかったけど、この前より乗れんだけど。なんか難しい。めっちゃむずいんやけど。まず板柱。やっぱこの間より小さいです。
お疲れ様です。お疲れ様です。昨日21日土曜日と、うん、今日の22日の日曜日で、この2日間、荒くれの波を乗ってきたわけなんだけど、まあ、土曜日はあいにくの暴風が、冬型の気圧配置が強すぎて、映っとるよね。やめようか、やっぱ。ちょっと我慢してよ。もうそれジンと同じ顔だよ。ということで、2日間やってきました。昨日はサイズはね、おそらく肩ぐらいで、今日は晴れたんだけど、ちょっと面がねぼよついとって、ちょっとテイクオフに苦戦したかなっていうのが俺の印象なんだわ。だいぶな、あの惚れ方はね、もう最高なんだわ。でも本当に振ってった3回。ミュウの一発思いっきり振ってっとるね。多分あれもね結構見応えあるかなっていう感じだわな。これさ、マジで分からん、なんで振るのか。いや、すごい掘れとる。映像見ても分かるよ、いきなり来るね。すごい掘れとるね。テイクオフしたらもういきなり下やでな。ホームなんだわ。横走れんの？横こうやってへばりつけばいいけど、もうこの辺でつくか。これちょっときつい。俺グラブレールでグラブプッてしたら、そのまま松坂様に教えたよな。そのぐらいバカっぽれなんだ。ということで、今日はまあ面白かったっちゃ面白かったかな、うん、昨日も面白かったけどね。ただもうこんなんやで、風がすげえで、風と雨でもう、うん、針降ってきとるかみたいになって、うん、ずっとこんなんやった、うん、あの痛い、うん、痛い、雨が痛い、痛い。で、昨日はおそらく気温10度、うん、今日は19度。もういきなり9度違うからね。でも寒かったけどな。風が冷たいんだよね、やっぱり日本海は冷たい。ということで、もう10月も終わりやだ。11月なんかあるでしょ、催し物は。よしよし。11月はあのミユたちがいつもお世話になってるウェーブプールで大会があります。あります。で、ミユとパパも出る。俺は自らね、ミユ、うん、は招待、ミユは招待してもらいました。で、日は11月19日の日曜日です。前回同日と2日間の大会だったけど、今回は1日だけです、うんうん、で、大会にエントリーすると大会までに使える2000円オフのクーポンがあるのよ。そうだから、それ使って練習しに行かなか。そのクーポンっていうのはどうやってもらえるの？メールで届く。メールで来るの？メールでパーって英語の長いクーポンコードが来るから、それをコピーして、あのお会計の時に貼り付けるだけ。なるほどね、うん、ちょっとね、そういうことなんで、うん、エントリーもだけど応援にもね、来てもらえると嬉しいです。ちなみに俺は52歳以上。うん、なんかね、今回クラスが結構分かれてて、12歳以下の男女、50歳以上の男女、うん、でビギナークラス、オープンクラス、スペシャルクラス。なるほど、うん、よし、今回ちょっと頑張るわ、うん、俺も頑張ろうぜ。はい、頑張っていきましょう、うん、ということで、うん、今回の動画はこれで終わっていきたいと思います、うん、はい、それではチャンネル登録、高評価。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。